萩原誠二は、日本の政治家、通産官僚。岡山県三正坂市長。岡山県岡山市長。衆議院議員を務めた。岡山県相田郡西岩倉村長を務めた。萩原賢治は父。岡山県相田郡西岩倉村生まれ。岡山県立岡山大安寺高等学校。東京大学教養学部教養学科卒業。プリンストン大学大学院修了。 1980年、通商産業省に入省。1999年、通産省を退官。岡山市長選挙に自民、社民に党の推薦を受けて出馬し、初当選する。2003年の市長選でも再選されたが、人気途中の2005年8月、自由民主党の要請を受け、岡山市長を辞職し、岡山県。 第2区から第44回衆議院議員総選挙に出馬。もともと岡山2区は熊代昭彦の選出選挙区であったが、熊代は首相の小泉純一郎が成立に執念を燃やす優勢民営化法案の採決で反対票を投じたため自民党の公認を得られず出馬を断念。熊代は萩原の辞職に伴う岡山市長選挙に立候補したが、 高谷茂雄に敗れ落選した。萩原は、岡山2区で、民主党の津村啓介に敗れたが、重複立候補していた比例中国ブロックで復活し、初当選を果たした。当選後しばらくは無派閥だったが、2007年7月に、小川派に入会した。また、2005年初当選の議員で結成された83会にも所属していた。トンネル人敗訴訟に関連し、 全面和解に向けトンネル人倍対策議員連盟を設立し事務局長に就任。2007年6月全面和解が成立した。2009年8月の第45回衆議院議員総選挙に岡山2区から自民党公認で出馬するが再び津村に敗れ比例復活もならず落選。なお岡山2区からは熊代明彦も無所属で出馬したが 熊代の得票数は、萩原に次ぐ3位であった。落選後、9月15日に開かれた第2回自民党再生会議に出席し、何か仕事が欲しいと発言した。2010年4月、帝京平成大学教授に就任。同年5月に自民党を離党し、舛添ゾ洋一らが改革クラブに合流して新たに、結成された新党改革に入党。 7月の第22回参議院議員通常選挙に、新党改革公認で、比例区から出馬したが、落選した。法政大学情報技術研究センター、学術担当教授を経て、2013年より、明治大学国際総合研究所客員研究員。2014年3月、三上正雄の辞職に伴い実施された、三正市長選挙に無所属で立候補して当選し、 31日に、三坂市役所に初登庁した。当日有権者数、25,321人、最終投票率 65.、65.56%2014 年8月29日、自由民主党への復党が了承され、4年ぶりに自民党の党籍を回復した。2018年3月に行われた、市長選に無所属で立候補。 第3セクター、特産官美まさ元社長との接戦を制し、再選。投票率は65.69%。当日有権者数24,178人。最終投票率 65.69%2020 年6月19日、6月定例市議会に提出した教育超人事案が議員全員の反対を受けて否決されたことを受け。 混乱の責任を取るため7月25日付での辞職願いを提出し、出直し選挙を行う意向を表明した。23日の定例市議会で、萩原は、否決された教育長人事案2020年度一般会計補正予算案などを22日付で、専決処分したと報告。これを不服とする市議から、問責決議案が提出され、 8対8の可否同数となり、議長決裁で可決された。8月2日の出直し選挙の投開票の結果、元市議の安藤昭治を破り参戦。当日有権者数23,207人最終、投票率64.88%。ありがとうございます。